エルツベルガー・マティアス・エルツベルガーは、ドイツの政治家、作家。第一次世界大戦における、連合国との休戦協定に、ドイツ主席全権として調印。バイマル共和国初期に、財務省も務めるが、右翼テロ組織に暗殺された。ドイツ帝国南西部、ビュルテンベルク王国ミュージンゲン近郊のブッテンハウゼンで生まれる。シュベービッシュグミュンドで、教員養成教育を受け、 後はあとザウルガウでカトリック教師養成課程を受講し、1894年に国民学校教師資格を得る。マールバッハアムネッカー、ゲッピンゲン、シュトゥットガルトで教師を務めた後、1896年にフリブール大学で経済学を学び始める。しかしすぐにシュトゥットガルトでドイツ国民新聞編集員として働くことになり、学業を中止した。 この頃から中央党でカトリック系労働組合の活動に関わるようになる。早くも1903年には当時最年少で帝国議会議員に当選した。第一次世界大戦中、カールリープ・プクネヒトを除けば、エルツベルガーはドイツの同盟国オスマン帝国の領内の少数派、キリスト教徒政策、及びそれに対する批判に及び腰なドイツ政府を、 公然と批判した数少ない政治家だった。彼は何度もトルコに赴いて、青年トルコ等の権力者と交渉し、アルメニア人虐殺や、シリアレバノンに住むキリスト教徒への全勝を要求した。1917年7月には勝利ではなく、平和的交渉による、戦争終結を主張して、戦争終結後に、ドイツが他国領土の併合をしないよう議会で要求し、 この意見に基づいた決議案は同月賛成多数で可決している。急戦協定調印に向かうドイツ側主席全権、エルツベルガーと連合国軍側主席全権、フェルディナン・フォッシュ配職濃厚となった1918年10月に、バーデンコー・マクシメリアンが最小になると、エルツベルガーは無人所長に任命された。彼は、閣僚より、急戦委員会の委員就任を懇願され、 それを承諾、委員長の座に就いた。その後パリ郊外、コンピエーニュに赴き、フェルディナン・フォッシュ元水との急戦交渉に臨んだ。この間ドイツ革命が発生し、バーデンコー・マクシメリアンは、フリードリヒ・エーベルトに最小の座を明け渡して退任した。エルツベルガーは11月11日早朝5時に4名のドイツ代表の筆頭として、署名、同日午前11時に発行した。 こうして4年に及んだ第一次世界大戦は終わった。翌年1月、バイマル政権会議が選出される。それにより成立したシャイデマン内閣に9000委員会委員として無人所長となる。彼はベルサイユ条約調印に賛成してフォン、ブロックドルフランツウ外相と激しく対立した。彼は連合国の過酷な要求をできる限り、実行して逆にその無謀を悟らせようとする策に、 立っていた。しかしこのため、ドイツは戦争で負けたのではない、内部の裏切り者のせいで敗者にされたのだと盲信する、右翼、民族主義者の攻撃の対象となる。エルツベルガーは続く、バウア内閣で財務省に就任。これまで修税であった、所得税を来費税へ転換したほか、ドイツ国内鉄道の統一、国有化など、今日につながる改革を断行した。エルツベルガーは、 この改革を租税制度の公正化にあると言明している。しかし公正化は十分に達成されたとは言えず、税収の中央集権化や国庫立て直しのための大資本化からの徴税も右翼プロパガンダの攻撃するところとなった。1920年3月、ついに彼は辞職を申し出た。翌1921年1月26日、元士官候補生の男が、 ベルリンの裁判所を出たエルツベルガーを狙撃したが、肩に負傷しただけで済んだ。しかし、同年8月26日、極右テロ組織コンスルのメンバーである元陸軍将尉、ハインリヒシュルツと、元海軍将尉、ハインリヒティレッセンが、地元で休暇中に東遊と散歩していたエルツベルガーを、襲撃、六発の銃弾を浴びせ、倒れたエルツベルガーの頭に二発の銃弾を撃ち込んで、止めを刺した。 ビーベラッハ・アンデアリスに埋葬された。暗殺犯はナチスが政権を獲得した1933年に、御社で出国したが、第二次世界大戦後に再審され、懲役刑を受けた。ミュージン園にあるエルツベルガーの聖火は、博物館になっており、またいくつかの学校や街の通りに、彼の名が冠されている。ありがとうございます。